こんにちは、ミルツァーです。今日はですね、ハワイの、ちょっと情報をお伝えしたいと思います。ワイキキとですね、反対側ノースショアとかですね、あるいは最近人気のカイルアタウンとか有名なんですけども、カイムキという街がですね、今、人気だそうです。新しいレストランとか、ショップとかがどんどん、今増えているそうです。で、中でもですね、レストランで有名なの、これ前から有名なんですけど、ビアデジャ、ジェラード、イタリアンジェラードとかのジェラードのお店なんですけれども、ファーマーズマーケットに朝一ですね、出してて行列ができていたお店なんですけど、ここがカイムキタウンに、お店を出しております。ワイキキからですね、車で10分ぐらい行ったところなので、タクシーとか、レンタカー借りている方はですね、非常に行きやすいかと思うんですけど、向こうのローカルタウンで地元の方もいっぱい来られますけども、そこに、新しいお店がたくさんできているということで、カイルアタウンの次のですね、話題の街、ワイキキのこう雑然としたですね、感じとはまた違った、ローカルタウンを楽しむには、カイムキというのは、今おすすめです。カイムキタウンのご案内でした。福岡発着のですね、ハワイ行きのツアーに関しては、この画面の下のコメント欄のところに、商品の詳細の、URL を貼り付けておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。